週刊ウニュです。岩井マスカ YouTube からお送りしています。そして、はい、ウニュさんご挨拶お願いします。いつもの三好です。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあまた新ネタを考えてきてくれたそうで、説明をお願いします。そうですね。はい。こちらですが。はい。ヘキソミンの野田数ごとで、ヘキソミンっていうのは、単位正方形を6個辺でつないだような図形なんですけど、はい。うちで、線対称なものだけ抜粋したのがこれです。はい。線対称なのが、ヘキソミンのは全部で35種類確かあるんですけど、その種類。あ、ペントミンのじゃないからね。うん、1,2,3,4,5,6 個ね。6個。別名、ヘクソミノ、はい、ヘクソミノかヘキソミノかっていうんですね。はい。ヘクソってね、ちょっとヘトクソみたいだから。私もヘキソにしてるんですけど。あ、これなんかこれはちょっと、なんかこの、いいですね。なんかこの、何がいい少しあれですね。なんかそう。そう、訴えかけるものがありますね、これは。それでどうするかというと、線でつないでるのが、一マス違いですね。物見の一つ移動するとできる形。なるほどね。はい。あって、まあ、いろいろ持ってき方ありますけど。はい。で、なんで、まあ、この上を適当にランダムウォークさせると、このヘキソミノが踊ってるようになるんじゃないかなという。なるほどね。はい。そういうやつです。あら、対象なのはどういう意味ですか？対象なのだけ抜粋して、まあ、数を絞ってみた系のことかな。そうですね。まあ、35種類全部でやってもいいんですけど、なんか、でったらめなやつよりは、対象系の方が踊ってる感が出るかな。なるほどね。対象軸をどっかに持ってきますか、うん、真ん中に上下方。対象軸変わっていきますよね。動かしてる中で。あ、そうですか。あ、変わってくけど、変わってくけど、くるくるって回して。それは、酔いそうというか。じゃあもうこのまま、あ、じゃあこの、この計画図のまま見せる感じでいいですかね。うん。ただ、選択肢がこれ、はいくつかあるので、選択肢、ええ、例えばちょっとマーカーを、こっからここに行くのに、上のやつをここに持ってくるか、下のやつをここに持ってくるかっていう二通りありますよね。なるほどね。それによって、絶対座標が変わってくるわけですよ、こいつの。なるほどね。で、その辺を楽しむ感じ？まあ、そうですね。だから、どんどん移動しちゃうかもしれなくて。どんどん移動して。こいつから、自分自身へっていうのもあるんですよね。線引いてませんけど。なんかこの正方形がここに来ましたっつって。なるほどね。ありましたみたいな。こいつもそうですね。この正方形がここに来ましたっていうと90度もあるとか、180度もあるとか。なるほど、わかりました。ここからここは、ね、ちょっとあれだね。データ入れも手伝ってもらうかな。そうですね。それがいいような気はします。ただ、どういう形でデータを、で整理すればいいのか、データの持ち方をどうすればいいのか。フォーマットは、だいたい決めますんで。あ、はいはい。テキストで書いてもらえばいい。そうすると全部、まあそこ、そのデータを元に動かすんで。はい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 。そうしましょう。だから A の状態からいけるのが B と C と D とか言って。そこは、リンクを、うん、書きましょう。あと、この正方形が動かせるとかがいうのは、はいはいはい、はい。リンクなんだ、あれに書いといてですね。
はいはいはい、はい。下には書いといて。で、データ上動かす。うんうん、うん。やりますんでね。まず2個でやろうか。実験でね。あ、いや、もうそれでやっていかないと多分できないんだよね。まあまあ。あ、じゃあそれをちょっと やりますね。下ごしらえで。はい。あ、これ動くのはどういうふうに動きますか？ん？四角形がこれからここに行くっていう動きはどういうふうにやりますか？ああ、途中経過を書くかどうかですかね。パッパ切り替わるのかなとは思ってたんですけど。ああ、そうですか。じゃあパッパ切り替えるので行きますか。まず簡単ですからね。はい、ええー。じゃあそうします。シャッ、シャッつってね。なるほど。まあ、途中経過書いた方がわかりやすいかもしれない。これ、どうしますかね。まあまあ、それはその次でもいいので。はいはいはい。もしかすると、どんどん歩いていけますか？どんどん移動ができますね、うん、そうそうそう。どんどん移動しちゃうかもしれない。わかんない。かもしれない。それはまだ考えてない。うん。あ、全然関係ない。あ、シン・ウルトラマンってご覧になりましたよね。はいはい。Z がだんだん出来上がってくる。ライフゲームに似てましたね、ちょっと。感じが。ライフゲームで、ビーッつってなんかいろんなものができてく感じの。なんかね、まあ、なんか全然違う話してますけどね。Z も生物兵器なんですよね、あれね、文脈からいくとね。まあまあいいや。はい。はい、あ、じゃあこれを分かりましたので。はい。またでき始めたらいろいろ相談しましょう。そうですね。はいはい。まあ、動きもやってもいいんですけど、まずじゃあ、ここの、はい、ベースのデータを。データを、そうですね。はい。はい。どうもありがとうございます。はいはい。それでは、はい。それでは、そうなんですよね。なんだっけ、登録者数が1000から全然伸びなくて、2000を目指してあげるたい気持ちなんで、まあ皆さん、チャンネル登録をよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、なんとかサロメさんは10日ぐらいで100万に到達したみたいですけどね。あ、そうなの。誰ですか？あとでまた聞く、ね。なんか、まあわかんないけど。はい。よろしく。じゃあ終わります。